受付は今日午後5時から、陽性の登録は明日午前9時から開始するということです。アメリカの CDC 疾病対策センターは新型コロナウイルスのガイドラインを更新し、濃厚接触者の隔離を不要とするなど対策を緩和しました。アメリカではこれまでワクチン未接種の濃厚接触者は5日間の隔離が必要でしたが、 CDC が11日に発表した新たなガイドラインでは接種の有無にかかわらず隔離は不要としています。代わりに高品質のマスクを10日間着用し、接触から5日後に検査を受けることを勧めています。また無症状かつ感染者と接触がない人の検査は推奨せず、ソーシャルディスタンスについても必須ではなく、地域の感染レベルや換気の状況で判断して良いとしています。ワクチンや治療薬などの手段が増えたことで初期と比べるとリスクは大幅に減っていて、対策を緩和しても日常生活は大きく混乱しないとしています。一方でワクチン接種は引き続き推奨しています。ハンバーガーチェーン大手のマクドナルドは、ロシアの軍事侵攻を受け営業を停止していたウクライナ国内の店舗の一部を今後数ヶ月以内に再開すると発表しました。マクドナルドは11日、ウクライナ政府関係者などと協議した結果、首都キーウと西部の店舗から段階的に営業を再開すると発表しました。再開は今後数ヶ月以内としていますが、具体的な時期は明らかにしていません。ロシアの軍事侵攻を受けてマクドナルドはウクライナ国内にある109の店舗について2月から営業を停止していました。一方で1万人を超える従業員に給与を支払い続け、生活を支援してきたということです。埼玉県警がふるさと納税を利用した特殊詐欺の被害防止を呼びかけました。川越警察署などは今月からふるさと納税の返礼品として高齢の親や家族が川越市内に住んでいる場合、家の固定電話に通話録音機を設置し、詐欺の被害防止を狙う新たなサービスを始めました。署員らは今日お盆に合わせて市内のお寺を墓参りなどで訪れた家族連れなどにチラシを配り、サービスの利用を呼びかけました。このお盆の時期にですね、家族、親戚、ぜひこの特殊詐欺の防止について話題にして、ぜひ被害に遭わないようにですね、注意をしていただきたいと思います。館内では今年、特殊詐欺被害が19件発生し、被害総額はおよそ3700万円に上っていて、警察は新しい取り組みで被害を防止していきたいとしています。韓国で今日、いわゆる統一教会の大規模な会合が行われ、アメリカのトランプ前大統領がビデオメッセージを寄せ、安倍元総理大臣を追悼しました。こちらのソウル市内の会場では、いわゆる統一教会の世界中の幹部らが集まり、大規模な集会が開かれています。1000人以上の参加者が集まっていますね。一連の会合は、創始者のムン・ソンミョン氏の死後、10年に合わせて関連団体が開いたものです。午前のセッションでは、トランプ前大統領のビデオメッセージが会場に流されました。Let me express my gratitude to Dr. Hak Jahan Moon for her incredible effort. He was a good friend, a great man. He will be missed. I want to express my profound condolences. またこれに先立ち、教団幹部が促す形で安倍元総理に対し会場全体で追悼も行われましたが、事件と教団の関係については言及しませんでした。アメリカの司法長官が FBI 連邦捜査局がトランプ前大統領の自宅で家宅捜索を行ったことを初めて公式に認めました。 That search was a premises located in Florida belonging to the former president. I personally approved the decision to seek a search warrant in this matter. ガーランド長官はこのような決定を軽々しく行うことはないと述べ、
必要な捜査だったとの認識を示しましたが、詳細については説明を避けました。ガーランド長官はまた、捜索の理由などを記した捜索令状の公表を裁判所に申し立てたことも明らかにしています。トランプ支持者らが捜査の政治利用だと反発する中、理解を求めるのが狙いだとみられます。一方、トランプ氏は11日も、捜査官は妻のクローゼットにまで入り、服や身の回りのものを引っかき回したなどと批判しています。ただ、有力紙ワシントンポストは捜査関係者の話として、FBI は核兵器に関する機密文書が持ち出されていないか捜索していると報じています。こうした中、中西部オハイオ州の FBI の事務所に武装した男が侵入を試みる事件があり、男は射殺されたということです。警察はトランプ氏の自宅の捜索と関連があるか動機を調べています。福岡県北九州市の旦過市場で起きた火災は、発生から22時間経ってようやく鎮火しました。今朝から警察や消防による実況見分が行われています。火災現場の実況見分は今日午前10時に始まりました。現在も警察と消防による実況見分が続いています。火災現場では多くの市場の店舗が影響を受けました。火や火山は真っ黒に焦げて、店舗だった時の様子は跡形もなくなっています。おととい夜、北九州市の台所、旦過市場で起きた火事は、およそ2000平方メートルを焼き、出火から22時間経った昨日午後7時に鎮火しました。北九州市では、被害の全容の把握を急ぐとともに、相談窓口を設置して、被災者への支援を進めています。ロシア軍が支配しているウクライナ南部のザポリージャ原子力発電所への攻撃が進む中、国連の安全保障理事会は原発の安全管理について協議しました。ウクライナのザポリージャ原発は今月5日以降、連日のように攻撃を受け、放射能漏れへの懸念が強まっています。ウクライナ側、ロシア側の双方が相手の攻撃だと非難し合う中、原発の安全を確保するため、11日、国連安保理が緊急会合を開きました。この中で、IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長は、原発の安全性について報告しました。There is no immediate threat to their safety as a result of the shelling or other military actions. この上で、グロッシ事務局長は、状況はいつ変化してもおかしくないと警告し、ウクライナとロシア双方に現地での調査に協力するよう求めました。会合には、ウクライナ、ロシアそれぞれの国連大使が出席しましたが、ウクライナ側はロシア軍の撤退を求め、ロシア側は攻撃はウクライナ軍によるものとの主張を繰り返し、打開策は見出せませんでした。牛丼チェーン店すき家でアルバイトの面接を受けに来た女性に対し、検査を装ってわいせつな行為をしたとして、元社員の男が逮捕されました。警察の調べによりますと、すき家の元社員、山本正弘容疑者は今年6月、千葉市稲毛区のすき家でアルバイトの面接を受けに来た51歳の女性に対し、検温や心音の検査を装って体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。山本容疑者は同意書と称して検温・心音を測る際、下着の下から実施する、この行為はセクハラではないなどと書かれた紙を女性に渡していたということです。山本容疑者は容疑を一部否認しているということです。今朝、東京・歌舞伎町で乗用車が信号機にぶつかる事故があり、車に乗っていた家族4人が怪我をしました。運転していた父親から基準値を超えるアルコールが検出されたということです。警視庁によりますと、今日午前7時過ぎ、新宿区歌舞伎町で乗用車が信号機にぶつかる事故がありました。この事故で車に乗っていた家族4人が怪我をしましたが、命に別状はないということです。家族は東京ディズニーシーに向かう途中だったということです。
運転していた父親からは基準値のおよそ5倍のアルコールが検出されていて、警視庁は詳しい経緯を調べています。記録的な大雨が続く青森県では今日も復旧を阻む大雨となり、土砂崩れや道路の冠水が相次ぎました。記録的な大雨は昨夜から今日にかけても続き、8日の降り始めからの雨の量は弘前市岳や深浦町では400ミリを超え、道路冠水が相次ぎました。外ヶ浜町と今別町によりますと、津軽チャンネル。なんか上がる、あ、でも
ゲームやってないっつったら全然違ってて、アナログゲームは結構やってるんですよ。あー、麻雀とか、麻雀とか、麻雀とか、なんか人狼とか、はい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 、なんかそういうこう、はい、マーダーミステリーゲームとか。あー、相性がいいんですよね、はい、ね、うん、あともうちょっとスポーツ系というか、体を動かす系で、アドベンチャーレースとか、ロゲーニングとか。まあ、あれですね、だからね、まだあの人間関係にまだ疲れてないから、そういうゲームができるんだと思うんですよね。あの僕もちょっとね、あの20年前ぐらいは、うん、もうあの対戦ゲームじゃなくて、うん、まあ、ボードゲームか、ネットワークでやった対戦ゲームなんですよね。うん、でソロゲームでやるのは本当つまんねえなと思ってたんですけど、うん、まあ、年を取ると、だんだんあの人間と付き合うのがちょっと耐えきれなくなってきて、面倒くさくなってきました。いや、面倒くさいというより、ちょっと辛い感じですね。なんかあのラーメンでいうと二郎がもう食えなくなったみたいな感じ、そういう感じ。え、なんか人間関係の難しさっていうか辛さって具体的にどういう時に感じるんですか？やっぱり人間が基本的には人間がすごい興味あるんですよね、はい、昔から、はい、例えばあの小学生の時にバスに乗ってて、うん、いろんな人がおばあちゃんと言ってたんですが、だからもうこの人たちの人生を一人一人追体験したいっていうことをずっと思いながら今で生きてきたんですよ。だからとにかく、ね、あの人の人生っていうか、なんかね、例えばいろんな人生あるじゃないですか、成功する人生もある、はい、あの不幸のどん底みたいな人生も、うん、もう全部知りたいっていうのがもう昔からの願望なんですよ、はいはいはい、でずっとそれに興味持ってたんで、もう大体もう分かっちゃったんですよね。もう興味ありすぎて、もう大体もうあの新鮮さを感じない。あ、調べたりするんですか？え、調べたりする、聞いたりする。いや、調べたりっていうか、まあ、実際あの会ってると、うん、あのそれなりになんか、ね、変な人いっぱいあの散々会って、うん、まあ、大体もう分かったかなって感じなんですよね。あ、そうですか、うん、僕逆になんかまだ全然いろいろ発見してるんで、はい、あ、まあ、例えば最近僕がハマってるというか、はい、よく気にしてるのは、はい、境界性知能っていうやつで、あ、なるほどね、はいはいはい、なんかどんな感じなんだろうなと。じゃあ要はなんか付き合ってこの小学校の時にいたんだけど、はい、クラスに何人か、はい、だけど中学に行ったらもういなくなるじゃない。もうその僕は中高一貫に行ったから、境界性知能とか一人もいないわけです、うん、いるわけないじゃない。まあそうですよね。受験で通らない、いないんですよ、うん、大学にももちろんいないんですよ。でそのまま起業しちゃったじゃないですか、うん、で採用するやつにも境界性知能のやつを採用しないからいないんですよ、うん、ずっといなかったんですよ。ツイッターとかで久しぶりに出会って、なんでこいつらこんなバカなことずっと言ってんだろうなと思ったら、うんうん、そういうツイートがこの間飛んできて、はいはいはい、あ、これだと思って、うん、なんかほら小学校の時にも、うん、ずっと何か例えばわかんない、僕が静かに授業してる時におならブーってやったりするとするじゃないですか、はいはいはい、おならブーとかってずっと言ってる人いるじゃないですか、はい、まあ永遠と言ってる人もいますよね。ブーン、ブーン、みたいな、ブーンみたいな、いたでしょ。まあ、そうですよね。ああ、僕、小学校低学年の時は容赦なく殴ってましたけどね。だから、あんまり考えずにいろいろ行動ができる分、意外と繁殖力が強いんですよ。だから減らないんですよ。まだネットにいるのは、あのまだ程度が軽い人ですよ。本当に気持ちいいの人って、やっぱりネットとかでコミュニケーションができないんで、でもそういう人たちって障害者手帳持ってたりするじゃないですか。はいはい。あ、うん、まあそうですね。まあ、うん、あの持ってない人が厄介ですよね。そう。で、持ってない人は、うん、俺だから日本の教育の一個のも、まあ日本じゃなくても教育の問題の一つって、読み書きをできるようにしてしまってるっていうのは良くないのかなって。だから分かんないんですよね、それはね。そう、分かんないのに読み書きできるじゃないですか、一応。うん、だからなんか本とかを読ませると、勝手に接続詞を省略したりとか、あるいはまた勝手に付加したりとか、とかただ本を読んでるだけなんだけど、あれそこ飛んでませんみたいなことがそういう人たちにすぐ起きるらしいんですよ。うん、まあ、でも多分それって想像してるよりも程度の問題で多くって、
やっぱりその文章とかをちゃんと使いこなせる人って意外と少ない。うん、そうだと思ったんですよ、はい、で、ネットの世界も長らくブログとかしかなかったじゃないですか、はいはいはい、なんか回線が細かったから、はい、ブログとちょっとの画像くらいの感じの世界だったところに、はい、みんながスマホ持って、だからそういう人たちもパソコンも使えないじゃないですか、まあ、使おうとも思わないじゃないですか、でもスマホは使うじゃないですか、はい、電話だと騙されて持たされてるからスマホはすごい保守的でも使うんですよね、でみんな使ってるし、ただ映像とか音楽とかも聞けるから使ってみて、でツイッターとかも使っちゃって短いから、はい、だからなんか使えた気になっちゃってて、でそれで現れてきたんです。だから初期のツイッターってそこまでクソリップ多くなかったと思うんですよ。まあそうなんですよね、うん、反射神経だとか優しいますからね。そうそうそう、逆にそれがね、僕は小学校の頃からトラウマで、なんかね、ノリの会話する人っているじゃないですか、ノリの会話が、うん、あれどうやっていいのか分かんなくて、うん、まああれはなんか考えてやってる時点で多分できないんですけど、そうそうそうでも僕はもうあれはね、どう考えてもできないなっていうことで、あれはだから卓球とかでラリーをやってるみたいな感じなんで、反射神経でボール来たら打ち返しますみたいな。いやそうなんです、ね、だから会話には全く意味ないですよ。いやそうなんですよ、まあでもね、そういう鳥 の, いい会話できる人っていうのは大体ね、ちょっと憧れがあって、でうちの社員とか鳥のいい会話するやつがいるじゃないですか、はい、その社員のね、なんか SNS とか見たらね、なんか食い物買ってあって、うまーとしか書いてないんですよね、うん、もう一言しか書いてない、うんだからちょっとそれコミュニケーションのタイプが違うわけなんですよね。それで疲れる、はい、それで疲れるってことですか。全然疲れない。あ、そうですか。じゃなくて、いや、僕はそういうふうないろんなタイプがいるんだなっていうのを分類して終わりなんで、だんだん見慣れてくるじゃないですか、うん、そうするとこのタイプはもう知ってるっていうふうにだんだん結構教えてくれるんですね。じゃあ今後どうなっていくんですか。自分の内面世界に行っちゃうんですか、赤見さん。内面世界、いや、あんまりそういうの考えて生きてないんで、うん、何なんでしょうね。まだ今数学楽しいですよ。え、数学、うん、数学、そう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 、うん、数学の何やってるんですか。数学ってオープンワールドなんですよ。はい、僕がね、そう、最近やってたっていうんだとしたら、4月の初めぐらいに僕がやっとね、去年の12月から微分方程式をやってたんですよね。で、微分方程式をやってて、でそれが12月から今年の4月にやっと準備が終わったんですよ。準備、勉強するための準備、はあ、数学って勉強するための準備があるんですよ。その微分方程式を理解するためには、微分方程式に使われている用語を理解できないと勉強できないじゃないですか、はい、だからまず用語の定義を理解するんですよ、うん、それが4回ずつかかって、うん、毎週2時間しかやってないんですけど、うん、だから70時間くらいでやっと今月から微分方程式の勉強がスタートしたんですよね。うん、だこれがもう本当ね、僕エルデンリングと同じだと思ってね、感動しちゃってるよね。だその4ヶ月間僕はずっと他の数学の勉強をしてたんですよ。だいろんな数学の勉強をやりながら、その微分方程式のことを考えていて、それでやっと4ヶ月目に準備が終わったまだ理解をしてないんですよ準備ができただけ、何を学ぶのかが分かった。ああ、そうなんですね。いや、だからこれがね、だいぶ数学やっぱりね、やることいっぱいあるんで、まあ、当分楽しみますね。僕そういえば3年ぐらい前に勉強し直しましたね。なんか東大受験しなきゃいけないなって。ああ、やってましたね。はい、なんかニコニコ動画でも昔やらされたんだよな、センター試験。やりましたよね。2年連続で、はいはいはい、トマペチ博士とかに勝てるわけないじゃないですかね分かんないですけどね。アメリカの大、一応大学、なんか変な人ですけど、うん、一応アメリカの大学教授やってる人とセンター試験で勝てるわけねえじゃん、はいはい、俺みたいな。まあでも意外と大学教授の人でもね、センター試験とか解けない人結構いると思いますよ。うん、まあなんですけど、英語ってなんか別にその言葉だ、英語って例えば現代文みたいなやつほど高度じゃないじゃないですか。はい、もうなんか穴埋め問題みたいな感じだから、センター試験で英語なんて、うん、そんなミスらないですよ。うんうん、そう、センター試験やって、はい、で東大の数学も久しぶりに勉強し直して、はい、
大変だったんですよ。二次試験もやったんですか。二次試験、一時押し切りクリアしたから。はい、二次試験もやって、二次試験もやって、それ大変ですね。結構久しぶりに、久しぶりだ、微積分も久しぶりにやって。マジですか。はい、なんかでもね、今回は YouTuber の呼び乗り君っていうのが教えてくれたんで、はい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 、お前教えんのうめえな。あ、呼び乗り君いいっすよ、数学の先生。あ、知ってます知ってます、うん、はい、一回うちも。あ、来たんですか。はいはい、はい、はい、彼教えるのすっげえうまいから、はい、大学の数学まで全部教えてくれますよ。はいはいはい、すげえいいと思いますよ。俺だから前に会いたかったよ、あの現役の時に。はいはいはい、そしたら理系数学でも全然いけたかも。この高校の先生が教えるの下手くそで。まあそうですよね、うん、やっぱ学校の先生と教えるのって得意じゃないから、すっげえ分かりにくく教えるんですよね。いや、それね、やっぱり今その現代数学の勉強して思ったのは、まあ、高校の数学ってやっぱりね、大学数学の準備として作られてるんですよ。あ、なるほどね。で、そう思うと納得できることって多いんですけど、うん、まあ、はっきり言って、まあ、あの現代、まあ、あの多少数学勉強してもらった子は、ここまでの数学って あれだけをやってたら意味がないっていうかね、分かるわけがない、うん、し、多分高校の先生も多分分からずに教えてると思うんですよね。なんだか分かってるのか、大半の人は。あー、なるほどね。体系的に、はい、そのもっと基本概念みたいなものがなおあるんだけど、それの準備を教えてるんだけど、もう なんでこのことやってるのかっていうのは、多分あの大学の数学、あの数学科の人じゃないと多分分からなくて、あ、でもそんな勉強をさせる人ないじゃないか。例えば Q の体積を求めるとか、はいはいはい、ああいうのって、はい、要は次元をね、はい、ちょっと落として、はい、なんか公式みたいなのを教えさせられるんだけど、はい、あの公式めっちゃ覚えにくいんじゃないですか。はい、そうですね。3分の4の分とか R 次乗みたいな、はい、R 次乗、はい、R 三乗かなんかね、はい、あれ微分すると、はい、微分したりすると分かるんですよね、はい、すごい。あ、そうですそうです。あの、まあ、それそうなんですけど、あのそれがなぜそうなのかっていうのも、あの結構あの深いのがあって、あ、はいはいはい。でそういうのが出てくるんですけど、それの準備ですよね、うん、だから分かりにくいんですよね。はい、分かりにくい、うん、そうです。だまあそんなことをやってるわけですね。まあそうです。何のためにやってるんですか。いや、面白いから。あ、ただ面白いから。そういう感じで生活をしてると、はい、その会社のこととかはどうなるんですか、はい、会社で何やってるんですか。いやー、だから会社のことって、ビジネスってあの基本、例えばね、人と会うのとかって、これって永遠にあの時間費やされるんですよね。だから会社の中で取引先に会うとか、もしくはあの社員と定期的に面談をするとか、これやるとで1日終わるじゃないですか。で、あの多分あの経営者マネジメント仕事って、それがあのほとんどだと思うんですけど、あの僕は戦略的ディレクションだけやりたいわけですよ。はいはいはい、マーケティングとか、うん、それがやりたいんですよ。でそれで人間関係のなんかそういうなんかの開示、予算を決めるとかね、その調整的なディシジョンを全く省いて、戦略的ディシジョンの時にするとほとんど働かなくていいんですよ。もう、まあ、でしょう、ね、元少ないでしょ。そう、うん、確かに。だから暇なんですよね、それだけって。しかもあの教育業界って、うん、もうね、全然あのドッグイヤーの世界とは全然違ってて、うん、1年に1学年しか進まないんですよ、うん、当たり前だけど。まあそうです、ね、当たり前だけど。だから別にね、すんごいゆっくりした時間が流れていて、うん、でその中で戦略的決定だけ。あれでもさ、僕は思ってるんですけど、はい、その高校生とかって、はい、あれは時間無駄なんじゃないですか。高校生ですか、うん、うん、無駄じゃないですか、あれ、うん、大学受験勉強完全無駄だと思うんですね、うん。それに関しては N 校はどうしていた。いや、だから N 校は基本受験勉強とかいらないっていうか、まあ、全員に強制はしてないですよね。もちろんする人にはサポートするんだけど、うん、それと大学受験のサポートもその栄養入試、名前が変わって言えば総合入試になりましたけど、うんうん、その総合入試とかのサポートをするんですよね、うん、そっちの方は無駄は少ないですよね。だけど、はい、なんかなんていうのかな、こうまず記憶することってそんなに意味ないじゃないか。はい、はい、そうですね、うん、だからなんかその
まあ、意思決定をしたりとか、うん、要は なんだろう、今ある情報を元にして、はい、そのどういう方向が自分にとってはプラスなのかみたいなのを考えたりとか、まあ、実際に動いたりとかする方が大事じゃないですか、はいはい、あれどうなんですかね、依存の高校っていうか、まあ、僕は学校って、うん、社会に出るための準備期間だと思うんですよね、うん、要するに社会に出てで生きていくための能力をつける、うん、本来はつけるわけですよ、うんうん、企業からすると、うん、別に学歴が欲しいんじゃなくて、うん、ぶっちゃけ地頭がいいやつが欲しいだけっていうケース多いと思うんですよね、うん、なんだけど今の受験生だと地頭のいいやつを取ってるんじゃなくて、うん、単純に暗記をして問題を解くことを覚えた人間を採用してるんですよ、うん、地頭がいいかとかわからない、うんうんうん、だからノイズですよね、うん、しかもその競争がどんどん激しくなってるから、うん、だからそこの部分は社会にとって無駄だと思いますけどね、うん、それでもほら変えていこうとするのに、はい、まあ、N 校みたいな、はい、こう俺だからあれ過渡期かなみたいに思ってて、うん、僕はね、はい、過渡期というのは高校である、はいはい、ことが高校という存在があることが高校っていうなんか資格を取るみたいな、まあどうなんでしょうね、過渡期すごく大きく見たら過渡期だと思うんですよ、うん、なんだけどその社会制度でその学歴を基準に採用する文化とかってこれって相当なまあそれで勝ち上がった人たちが支配してる世の中になってるんで、うん、まあ、ある種権益化してるからこれが崩れるのは難しいと思うんですよね。ああ、そういうふうに考えるんだよ。雑談アプリは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということで、いっとるしょ。人生の今までで一番やっぱ上場した時かな、うん、上場した時にそれまで上場するまでにその上場っていうものを目指して全部のことを我慢してきて、で上場してドカーンとお金が入ってきて、これから何をすればいいんだって思って全く何もする気がしなかったのが成功体験ですかね、よく分かりませんけど、それはすごい覚えてますね。もうなんか、うん、何もしたくなくなっちゃったね、あの時。次に何をすればいいんだってね。当時の会長に聞いたら、世界を目指せばいいって、そんなこと言われてもね、っていうことを言われたのをよく覚えてますけど、そうですね、その時4、50億円入ってきたのかな。うん、まあ今で言うと少ないのかもしれないけど、当時30年前はそこくらい入ってきて、その後にね、もうお金全部使っちゃって、それマイナス50円になっちゃったってことで100億円使っちゃったんですよ。いろいろあって騙されたり貸してくれとか、マイナス100億になって50億を返すのが大変で全然返せないで、それはもちろん持ってる株を売れば返せたんだけど、株を売らないで返そうとしたから毎年もらってる給料とかボーナスで返したら全然返せないで3年間ぐらい利息だけで3億ぐらいあるんですかな。それで知ったもんだって前会長が辞めて、その時に会長の意向もあって、まあ俺の意向もあるけど、株をねまた7%ぐらい売ったんだよね。そしたらまた50億円ぐらいしたんですよ。それででも50億円入ってきても借金が50億だからゼロじゃん。でそこから社長になって、
やってて50億返したけどね、実はまだ7億円ぐらい借金があって、その7億円が返せなくてさ、7億円返すために14億か15億ぐらいいるのよ。それ給料で取らなきゃいけないから、返せないのがまた何年か続いて、で社長になって5、6年してやっとプラスマイナスゼロになって、でお金ないなと思ったら、なんだっけな、次あったの、なん、なあ、税制が変わって、なんで個人で 3% が法人、個人が 3% 以上持っていると総合課税みたいになったから、個人の株をある程度売るっていうのが流行った時があって、その時に個人の株を売って税金を払う、その分自分の個人の法人、まあややこしいから分かんないかもしれないけど、まあ売ったらお金ですよ、また17億、そこから頑張って貯金したら30億ぐらい貯まって、で、まあ、それついこの間で30何億貯まって、でもなんかその何年か前に奥さんと別れてるから、そこにまた額は言わんけどさ、あげたんでいっぱい、それでその後、ずっと貯金してた、お金あんまり使わないで、で30億円ぐらい貯まったけど、なんか彼女、その時の彼女と別れて、そのさ、彼女のために取っていたんだけどさ、だって年下だったら俺のが先に死ぬから、死んだらってかわいそうだから取っていたんだけど、その彼女と別れたから全部使っちまいって全部車に変えちゃったんだ。ああもうお金なくなったと思ってたら、ついこの間またちょっとある会社に投資してたんだけど、そこのからまあこれは額はやらないけど、かなりの額が入ってきちゃった。なんだか知んないけど、入ってくるところに入ってくるんだなと、いやそんな人生ですよ、まあだから俺の人世の中のお金儲けのほとんどは株ですね。株で損して株で得して全部株、そんな感じですね。だから人間何回目なんでしょうねっていうのをよく、まっちゃんとしんすけさんが話してて、あれ本当そうだなと思って、やっぱり一つのことが起きた時にその対応の仕方っていうのは人によってなんでそんなに違うんだろうなって、それがやっぱり何回目っていうことなのかなと、思いますよ。だから俺は自分で言うのもあんなんだと思うけどさ、1回目2回じゃないと思うんだよね、でもね、こいつ1回目だろうなってやついるよ、たまに、ちゃんとした経営者の人はお金使わないですよ、無駄遣いしない、みんな俺みたいに無駄遣いするやつダメだよ、ダメな人だと思う、全部使っちゃう子供みたいですよ、よく言われるよ、子供じゃんって、なんか変なやつと喧嘩してたりすると子供じゃねえのって、どうせ子供だったからしょうがねえじゃん。なんかお金に関してはなんか恵まれていたと思います。ただしお金に対してものすごく苦しんだこともたくさんありますよ。めっちゃつらい借金って本当につらい、それはよくわかるし、だから額は違えども10万円でも苦しい人は苦しいだろうしさ、それもわかる、だからわかりますよ。だからお金借りるのは銀行からは嫌い、会社内でいいって人は好き、当たり前なんだけど、だからよくここで話しているけどさ、相続税の話になってきちゃうんだよね。日本の相続税っていうのはさ、一生懸命その高い税金払ってさ、55% だよ、俺は、1000万円給料もらったら550万取れ、450万しか残んない、その450万取っといたらその225万また取られちゃうんだよ。だったら225万よりも減らそうと思って借金しておきゃいいんだよ。だから借金したいんだよ本当は。銀行とかダメだけどね。なんで銀行がダメかって、何に使うのかっていうんだよ、借金するときに何に使うのか詳しく言わないとかするんだよ、その通り使わないとかするんだよ。借金はゼロだよ今、ゼロ、厳密にはゼロじゃないよ、その何に使わないでいいよって貸してくれる俺の仲間たちがいるからさ、それはありがとうって借りてるよ、でも返そうかって言うと返さないでいいってやつがいいんだよ、なんでって思うでしょ、返さないでいいって言うんだよ、じゃあありがとうって使ってるわ。
もそれもこれもさ、その人たちは誰にでも貸すもんじゃないと思うよ。破産なんか考えないよ。亡くなった時、なんで考えなかったって言うと、ABEX の株売れば返せるんだもん、全部。でも売らなかったんだよ、うん。持ってたから破産はできないよね。財産持ってる人はね、破産できないから、マンション1個持ってたって、何ひろゆきがよく言ってる、なんか、国からもらえるやつがもらえないよ。は久しぶりのお題です。はい、お願いします。カージャーナリスト門田隆昌さんです。はい、よろしくお願いします。本日8月10日水曜日。はい、もちろん、各市長官一面は組閣人事、はい、内閣改造なわけですけどね。そもそもお聞きしたいのが、はい、この時期なんですけど、うん、当初が9月に入ってから内閣改造と言われてた、うん、まあ、その見立てだったはずが、うん、なぜこう前倒しされたのかっていう、はいはい、もうそこからおかしいでしょ。これを、まあ、内幕から話すと、はい、これは亡くなる前に、はい、安倍さんが岸田さんを説得してたんです、はい、岸田さんが今になって否定してるけど、これは私ちょっと内部の方から聞いてるのでそれ言いますと、はい、安倍さんらしいんですけど、この閣僚たちがこのコロナのおかげでそのお国入りできてないわけ、ずっと通常国会続いてきました。そしてコロナ禍がありました。お国入りできないままずっと来て、そのまま選挙に突入しちゃったので、その閣僚たちがお国入りできてなかったわけ、はい、でそれで安倍さんが岸田さんに、その 閣僚大臣として、彼らお墓参りも兼ねて地元にそのお国入りさせてやってくれと、それで参院選直後じゃなくて、9月に改造、内閣改造をやるのはその時期をそこに、伸ばしてくれって言って、それでコンセンサスができてたわけで、それが急にそれが変わるわけですよ。安倍さんが亡くなったこと、そして今統一教会問題が、まあ、火を吹いてるわけなんだけど、これはまあ後で言いますけど、これ全然安倍さんっていうのはこれ統一教会の天敵だったわけだから、真逆の報道がずっとやられてるわけなんだけど、その報道自身が間違えてるのは、まあ、後にして、これの、統一教会問題がずっと来てる、これを利用して、まあ、いわゆるその自分の思い通りの人事をやってしまうには、この統一教会問題が続いてる方がいいということで、そして前倒ししてきた。まあ、これ木原誠二官房副長官がこれで一番熱心だったわけなんだけど、この前倒しに、だからもう安倍さんが亡くなったということで、そういうその約束とかそういうものはもういいですよということで、それで前倒しになって、結局この前の閣僚たちは大臣としてお国入りすることはできなくなったわけです。だから安倍さんっていうのはすごくその心配りの人だから、この閣僚がこうだ、コロナ禍と通常国家これで帰れてない、これを故郷に意識を飾らせてやってくれっていう、そういうほら細かな心配りの人じゃないですか。でそれでコンセンサスを得たにもかかわらず、この異常な統一教会フィーバーの中で、まあ、安倍派が打撃を受けている、これを利用して、いろんなことをやってしまおうというのが木原官房副長官の思いであり、岸田首相の思いになったということで、
それはまあ、あの私はその、まあ、関係者、安倍家の関係者からも聞きましたけど、あのそれは激怒するんです、この安倍サイドの方もね。安倍総理の暗殺から、まあ、ほぼ、まあ、1ヶ月、はい、一昨日が月命日ですか。そうですね、月命日でしたね。で、まあ、我々は、まあ、岸田与党、どうにかこう安倍さんの意思を継いでくれと思っていたわけですが、はい、まあ、早速、はい、まあ、期待を裏切ってくれたというか、はい、で、まあ、まあ、その時期からして、時期からしてもすでに裏切ったので、約束をまあ、ほぼにしたわけですよ。ほぼにして、そして出来上がった。あまあ今日の朝刊に各紙全部出てましたけど、もういろんなところから感想を聞かれるんですけど、もう最初から話にならないでしょっていうことを私は言わせてもらってます。それは林外相と鈴木財務省の留任が真っ先に決まってるからです。それ要するに、日本が今後存続できるかどうかって、これ、その緊縮財政じゃもちろん日本はもう存続できないわけで、でそれから今回の台湾の一連の出来事があるわけなんだけど、その対中法にも要するに自由で開かれたインド太平洋の方で、世界を巻き込んで日本を守ることができるか、台湾を守ることができるか、すなわちアジアの自由と民主主義と人権を守れるかどうかの今瀬戸際にあるわけです。その瀬戸際をこのここで、壁となって、中国の壁となって日本が自由人権民主のこの肩頭だとしてこれを守っていけるかどうかっていう、まあ、夫人ですかっていう話になるわけです。だからこのまあ97年の消費増税がこれ 3% から 5% になるわけなんだけど、その時からもう日本は成長を止めたわけです。で、そこから、まあ、97年から言うと25年、四半世紀日本はまあ止まってるわけなんですけど、例えば山田さん、その GDP なんですけど、日本の GDP はその97年の消費増税、四半世紀前の GDP の伸び率、それ以上の伸び率、どのくらいだと思いますか？まあ、でも、まあ、1% 前後ですよね。いや、要するにね、1.0、要するに伸び率で言うと、はい、1.0 だったり、1.2 だったり、0.97 だったり、だいたい横ばいと見たらいいわけです。だから、そうすると、みんなその何倍何倍とかなってますよ、ね、その、G7 だってガンガン上がっていってるわけです。日本だけが横ばいなんですけど、伸び率だけで、この世界のランキングを取って、それでこうつけていくと、そのワースト5が、ソマリアとか、シリアとか、リビアとか、ガンビアとか、そういう内戦をやってる国の伸び率と日本も同じなわけです。かの手を出してない国家と。内戦中だからね。その国たちの伸び率と日本の伸び率はほぼ同じで、ワースト5に入ってる。で、そうすると、日本の財政政策、経済政策は、それは失敗してることは、世界の経済だって全員知ってますけど、日本では財務省がまだ緊縮財政やろうとしているから、これを続けますということで、もう大変なことになるんだけど、岸田さんはその路線をその財務省の言う通り続けようとしているわけですよ。それがこの鈴木財務省の留任なわけですよ。これはもう申し訳ないけど、もう財務官庁の林理事長で、屈辱ですから、言ったことを紙を読むだけの人ですから。で、そうすると、この元々が、この岸田さんが、この鈴木さんの留任を決め、そしてもう一つ、この親中を超えて自中と言われるこの林芳正さんですよね。これ、まあ、1年に8回も報酬したって、こういろんなことが
あなたとか言うんだけど、その8回、訪問に来たのを私、この税関で確認したわけじゃないので、それは確定ではないですけど、多くの方が北海道行ってんだよって私に言うんですけど、もしそれが本当だったと、この半年間は通常国会、臨時国会で国会がありますから、それ、代理できませんから、そうすると残りの180日で、8回行くって、6ヶ月で8回行くって、1ヶ月に1回以上、2回、1.5 回ぐらい行ってるんですかっていうことで、本当ですかっていうことで、このいろいろ聞いてもらう、個人情報に関わるから、渡航記録は出せませんみたいなことで、まあ、ある人が調べようとしたら、その渡航記録は個人情報なんで、出せませんっていうことで、これが確定はしてないんですよね。8回とかって、要するにそれぐらい行ってるということは、まあ、何かはありますよね。今言われている、まあ、ネットで、まるまるトラみたいな、まるトラ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 みたいな、何かはあるんでしょうねって分かるけど、現象として言えるのは、この人は中国に対して何も言えないから、そうすると、この前だ、この女性さんが、書いてましたけど、
と非常に親しい関係にあってですね、その当選して1年生、そして2年生の時に、その中国にも呼ばれて、1年生議員から呼ばれていくっていうのはまあ異例なんだけど、それで2世議員たちと一緒に行くんですけど、もう厚遇を受けましてね、副主席の李元長っていう風になりまして、その副主席の李元長と会見させてもらったりとか、もういろんな特別扱いを受けて、そして、まあ、緊急派として育てられてきた政治家ですよ。だからその人が、もし防衛大臣という職に就くとなると、これはちょっと国家の危機になるので、私はちょっと懸念してたんです。それが、まあ、経験者である浜田さんになったということで、私は前一番いいのは高井さんが防衛大臣になると思ってたんですけど、まあ、その福田達夫さんでなかったということで、一つはホッとしたということと、その浜田さんの、その、まあ、前回の防衛大臣の時に、浜田さんっていうのは、こういうその安全保障で、すごい見識を発揮した、いろんな手腕を発揮したという人ではありませんので、この危機の時に浜田さんがっていうので、ちょっと不安は残りますけど、まあ、藤田さんよりは良かったなと。で、去年の台湾シミュレーションの時に、やっぱり浜田さんが防衛大臣経験者とそこに出てて、やっぱりその出席者に話を聞くと、やっぱり、キリがないとか、要するに、いろいろなことを判断するシミュレーションをやってる、例えば重要影響事態だとか、損失事態だとか、その台湾、そして日本を守るために、政治の判断ができるかできないかっていうので、これ、政治家も試されたシミュレーション、これ、今年もやったんですけど、去年、浜田さんも出ておられてですね、まあ、出席者に、私が聞いた感じでは、切れ味なく、ちょっと判断も甘いという評価で、ちょっとその点、心配ですよ。悪意ある、間違った方向に進んでしまいそうな、福田さんよりは、まあ、ちょっとのんびりしているというか、まだこう、プラムプラマイゼロというか、まあ、何もしない、何もしない浜田さんの方が。だから、何もしないじゃ困るので、浜田さんには、きちんと 2% に出て、GDP 2% に出てきちんとやること、そして、防衛3戦略文書ですよね、これもきちんと。対中国で、日本を守れるようなものをきちんと作り上げる責任が浜田さんにはあるので、これはそれをお願いしたいですね。しっかりやってください。はい、でこれ評価できるポイントとしては、どこになるんでしょうか。高市さんが、うん、今、党三役、うん、まあ、大臣、うん、から外されて、解かれるんじゃないかみたいな見立てもありましたけど、うん、これ、大臣、はいはい、これは、担当としては、経済安全保障について、高市さん以上の問題意識と危機意識を持っている政治家は他にいませんので、それで、まあ、経済安全保障というのは、これ、対中国ですから、対中国の最前線に、この経済的な面で高市さんを押し立てるというのは、これはまあ、この内閣の中では、これはまあ、よかった。良かったなって、今山根さんが言ったように、高井さんが起こされるんじゃないかっていうその危機がありましたよね。要するに高井さんっていうのは岸田さんとことごとく考え方、思想信条がやっぱり異なりますから、ものすごく危機感のある、まあ、経済、そして安全保障、あらゆる意味で危機感のある、まあ、安倍さんの女版みたいな人ですから、だから安倍さんが非常に期待してたんですけど、その危機感とこの岸田さんっていうのは、これ全く平和でした国家の領袖でございますので、違うんだけど、ここに、まあ、高市さんを持ってきてくれた経済安全保障の面で、日本がこれは戦場でいるためには、高市さんというのは、これは良かった。だから、踏まれるんじゃないかと心配していた人々はホッとしたと思いますよ。高市さんとはこの民意大臣じゃないですか、
か経済なんじゃないでしょう、あともう一つ、デジタルに、河野太郎さん、はい、でこれ、岸田さんが去年の総裁選で、まあ、争った2人ですよね、はい、ええ、で、まあ、大臣、この民主大臣に置いておいて、ええ、そしたら、まあ、中野大臣だと、こっちのこう、例えば仲間作りとか、うん、そっちの方で党、自民党内では活動がちょっと制限されると。はい、だからもうポスト岸田をこいつらにやらせないぞと、うん、もう盤石の黄金の3年間を謳歌しようじゃないかというような、岸田さんが、はい、あのそのお気持ちがあったことはそれは、はい、それは間違いないですよね。しかし閣僚であろうとなかろうとやるべきことはやればいいわけだから、逆に言うと経済安全保障担当大臣っていうのはこれいろんなことができるのと同時に、自由に動ける立場でもあるから、私は高市さんがその高市グループ、高市派、これをまずこの担当大臣これで仕事をこなしながらきちんと作り上げるチャンスはあると思うので、これをやってほしいと思います、はい、これは多くの人が望んでますよ。今はなんか入るんですか。はい、はい、はい、と思います。はい、あとはそうですね、西村康稔さん、いかがですか。西村康稔さんがね、これまあ、萩生田さんがこの経産大臣から政調会長の方に移りましたと。それで、政調会長っていうのは、これは政策ですから、自民党の政策ですから、ここを通らずに、自民党の政策は一つも決まりませんから、これが高市さんに続いて、この国家間のあるいろんな現実政策に通じている萩生田さんが来たというのは、これは大きいわけですよ。要するに高市さんの穴を誰かが埋めるとしたら、萩生田さんしかいないという人が来たので、これは良かったと思います。で、そうすると、西村さんの場合は、その西村康稔さんというのは、これまあ仲間ですから、安倍派の仲間でもありますから、それでまあ回数は違うけど、当選回数は一度、萩田さんが選挙で落ちているので、1回、このズレがありますけど、基本同期ですから、それで、まあ今、ずっと継続事項でやってきた新しいエネルギーですよね、そのいろんなことを萩田さん、手をつけております。それを政調会長として、さらに前大臣として、さらに派閥の仲間として、これは引き継いで行ってもらえることができるんじゃないかという期待をしたいです。どうですか、トータルこの組閣、内閣改造、何点ですか、100点満点中で。はい、何点っていうとね、最初からこの林鈴木の留任、それが島田茂木さんも含めて留任が決まった段階で0点なんですよ、ね、0点で0点から0点っていうのはそこから下がらないわけです。そこからちょっとずつ、まあ、その高市さんとかこれを外さなかった、あるいは萩生田さんがその政策改正の、政策に一番重要なところに来た、それとかを含めて、まあ、20点、30点って言って、でも30点以上はいけない。それはもう材料、外部がまあほぼすべて。だから、備中緊縮制限と、私は弱くてもらっています。はい。タイトル3のメールに使わせていただきます。備中緊縮制限。はい。で、この、まあ、本当にその選挙の時期、うん、の表情までなんですかね。統一教会。はい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 、まあ、メディアが1ヶ月経って、安倍さんのあの事件がもう変なところに立てるやつが、注目が統一教会一色で、日本終わりですか、これありえないよね。この史上最長政権、そして国政選挙6連覇、そして辞めることのこの朝日新聞の世論調査ですが、評価するが 70%、 そしてあれだけの国民の涙、この同国、そしてこのギネスブックに出した方がいいぐらいのあの喧嘩の数ですよね。
それぐらいの人気を誇った安倍さん、その人が非業の死を遂げた、それを悼むこともできないマスコミというものに、私は日本人の一人として腹立たしいです。で、統一教会、いろんなところで私言ってますけど、その統一教会にとって安倍さんは天敵なわけです。で、天敵だから近寄ってくるわけですけど、この何かというと2013年の消費者裁判、別に特例法、そして2018年の消費者契約法の改正で、この2つで霊感商法を決定的に打撃を与えてますから、要するに、安倍さんっていうのは霊感商法とかそういうのが大嫌い、誰も大嫌いなんだけど、特に安倍さんは大嫌いですね。だから2012年の暮れに、政権が第2次安倍政権が2012年の暮れ12月に出てましたと、そうするともうその4ヶ月後には、4月には閣法、要するに内閣が出す法律、閣法としてこの消費者裁判のこの手続きのこの特例法を出して、要するに霊感商法だ、いろんな商法でこの被害を受けた人っていうのは、自分がそのわざわざ裁判で訴えるっていうのは一般的にできませんから、それをその人じゃなくて消費者団体が使ってできるようになって、被害回復をその消費者団体が代わりに訴えることによって、できるように、しましたって、それが安倍さんなわけです。で、それでも生き抜いたものを少ないんだけど、この霊感商法に対して今度は2018年に消費者契約法を改正して、取り消しをできる契約に霊感商法を入れたわけです。だからもう完全に安倍さんが統一教会のこの霊感商法をこれターゲットにしてますね。だから天敵だったわけなんだけど、それがこの政治家っていうのはこの今こういうのいっぱい書かれてるわけなんですけども、そうするとそれは立党公正会であろうが、政治の家であろうが、武士の年会であろうが、映画の会であろうが、一番すごいのは捜査学会なんだけど、これはその政治家を応援するということで入ってますから、ボランティアで選挙事務所にも来ますから、これ誰でも受け入れてますよ。野党なんてそれで受け入れてやってるんですよ。で、それをことさらなんか統一教会に動かされていたみたいなことを言うんだけど、逆ですよと、全く違いますよと。逆に統一教会のこの勢いを止めようとしたのは安倍さんですよって。だってなんで2つの法律やるんですかって。で、これやった理由、それだけ統一教会の味方だったらなんでこんなことやるんですか。だから説明してほしいわけ。私はそのファクトを言ってるわけなんだけど、で、非常に批判を受けるんだけど、じゃあなんでこの2つの法律をやったのか、理由を言ってほしいよ。その安倍さんが統一教会と一体だったんで、いう人は。で、そもそもなんだ、UPF、天宙平和なんとかみたいなのがあって、あそこに、メッセージを出したなんてとんでもない。いや、トランプさんも出してるし、他の国家の元首脳みんな出してます。それはなぜかというと、パン・ギムン国連元事務総長がそれの共同組織委員長になってるから、そこから要請が来たわけです。これみんな誰も断りませんから。だからトランプさんも出してる、ソレルさんも出してる、誰とも出してるって、で、安倍さんも出してますって報道するならいいんですよ。それなら事実を報道してることになるんですけど、安倍さんだけが統一教会のこれに出してますという、要するに安倍さんが統一教会の味方であるかのような切り取りの報道はやめてくださいと。それは誤報と言わず虚偽ですから、そういうやり方はやめてくださいと思うわけで、私今日持ってきたんですけど、この、これは中日新聞なんですけど、いろんなそのイベントもその統一教会はやるわけなんだけど、名前は平和、自由、人権とかいろいろあれするわけだけど、そうすると
この自転車のこの8月のこの自転車のピースロード100キロこのイベントがあるんですけど、これ中日新聞、これ中日新聞は東京では東京新聞だけど、それで毎日新聞もこれをその持ち上げてすごい記事を書いてるわけで、そうするとこれは統一教会のそのやってることなんだけど、じゃああなたこれ広告塔となってこれを報道しましたね、あなた広告塔、あの政治家が広告塔になってるって批判してるあなたは自分が広告塔になってますよ、それはどうなんですかって指摘されたらもう早く削除してるの、この過去の記事を。でそういうやり方で、じゃああなたは統一教会と関係があったんですかと、あなたは広告塔ということを認識してたんですかって、いやそんなことはありません、たまたまこういう記事をやりましたっていうことなんですけど、そうでしょ、政治家も同じだよと、それをあなたたち糾弾してるんだったら自分を糾弾しなさいということを言いたいわけでございます。だからそういう国中がこういうそのもう今まで盛りかけも やりました、そして、東京オリンピックのあの中止運動もやりましたって、あの人たちが同じことを繰り返してまた一般の国民がそれにほだされてっていうとあれだけど巻き込まれて、そして国葬も反対ですとかっていうことを言うようなその国民であってはなりませんよ。これ国葬っていうのはこの史上最長政権、あの非業の死を遂げた、いろんなことをやった、要するに世界の戦略を自由で開かれたインド太平洋戦略を世界の戦略、自由主義権の戦略にしたあの偉大な国際政治家のこの葬儀、これに手を合わせるために祈るために、あの国際社会の人たちがこれ、来たいというからやるものであって、でそこで日本にそういう人たちがいかに集まるか、要するに自由と民主主義と人権を守るために戦った安倍晋三というこの国際政治家、この日本を愛したこの国際政治家に対して外国のどんな人が来てどのくらいのものになるかは日本の安全に関わってくる。これほどの自由と人権民主の、国であるということで集まってくれれば、国際社会のその首脳たちが集まってくれればくれるだけ日本の安全度が高まるんですよ。そのことぐらいは国民も分かってほしいなと。もう森風であれだけやられ、東京オリンピック中止であれだけ、やられ、でその度ごとにこの左翼反日勢力に巻き込まれてどうするの日本人って、死者を悼むという心も非業の死を遂げたこの人のこの安倍晋三という日本を愛した政治家のこの死を悼むというその日本人の心も忘れたのということで、私は今国葬反対とか言ってる人に対しては言いたいです。多くの人はそうじゃないですよ。もうみんな私話すたびに例えばある若者はもうノイローゼになるっていうわけです。なんでって安倍さんのことを思うと、あれだけ日本のためにやってくれた安倍さんがこの目に言われてるのを見るともう塞ぎ込んでもうノイローゼになるとか。で違う人はねこう言ったんですよ。例えば4月にこういうことがあったとか、5月にこういうことがあった、それで4月にこういうことがあったとか、いろんな話題がこうあるたびに、このあこれは安倍さんが生きていた時のことなんだなとか、あこれは安倍さんが亡くなった後だから安倍さんは知らないんだなっていうような、そういうこの考え方になってしまって、辛くて辛くてたまらないという話もこの間聞きました。大多数の国民がそうであることは、私安倍さんの死を悼んで日本人らしくそういうふうに、死者を悼む心を忘れない日本人であるのはそれは分かってますけど、一部の今国葬に反対だって言ってる
その去年その東京五輪反対で一生懸命やった人たち、その人たちには、いつまでもやったらどうですかって、どうぞっていうことしかないですね。それは要するにこの新階級闘争、そうです、あそこになんか持っていくみたいな、やっぱ最後は最後の本を要するに、はい、この共産主義、要するに階級闘争で皆さん、あの資本家と労働階級、要するにブルジョワジーとそのこのプロレタリアートの戦いで大きなこの階級闘争が1989年のベルリンの壁の崩壊で皆さん終わったと思ってるんだけど、彼らがどう生き抜いてるかといったら、小さな階層に分けて、あるいはこれは例えばあの性差ですよね、男と女、あるいはあの性の思考の問題をはじめ、LGBT とかいろいろあるわけだけど、それから収入、学歴、文字、いろんなことのこういうあの小さな階層を分けて、そこであなた差別を受けてますよというふうに、被害者意識をあの植え付けて、今新階級闘争が展開されてるわけで、これそのことについて、今皆さんそれで踊ってる皆さんはもうちょっとこれを踊らせている反日亡国の勢力のやり方をきちんと見てくださいっていうんで、わざわざもう去年のうちにも本出しておりますので、見ていただければと思います。ということで、まあ、本日川瀬さんにも内閣改造についてお話しいただきましたが、次号今月下旬発売の、はい、ビルでは、まあ、対談を、はい、まあね、はい、実施しております。その中で、はい、この動画の100倍ぐらい熱く、はい、語っていただいてありがとうございます。おりますので、ぜひ、はい、はい、ご覧ください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうも。さて、ということで、今回は、テスタさんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと簡潔に、あの自己紹介をお願いしたいですけど、そうですね、本当、まあ、15、6年ぐらい株で生活してまして、まあ、今のところ全部の利益で50億円ぐらいちょうど、すごいですよね、勝てるようになったんですけど、でも最初の方は本当小さくコツコツ、本当何千円とかのトレードをずっと続けていって、でそれが何万円、何十万円となって今何百万何千万って動くようになったみたいな、本当でも大したことしてなくて、言ったらもう家でパソコンでカチャカチャやってるだけなんで、まあ、本当やってることとしては真逆な感じはしますけどね。家から出ないんでね。まあ、ということでですね、あの、まあ、いわゆるこう株の世界での黄金中の黄金に来ていただきました。
いやいやいや、ほんとね、いや、というかね、あれもうここ初めて来させてもらったんですけど、何なんですか、ここは今、通称青汁グリルって言われる。いや、やばいでしょ。王宮みたいなもんですかね。あるんですね、日本に。いや、僕もまあ、今のマンションに住んでたと思ってたんですけど、いや、もうとんでもないなと思って、だってもう、いないなって思って。そうですよね。壁が祝って、すごいですね。ちなみに、今は、もう、たぶん50億円以上あると思うんですけど、最初は、いくらかったんですか？いや、僕ね、まずその、あったのは今まで50億なんですけど、僕は税金たぶん16億円ぐらい取られて、で、生活費なんで、ただまあ、含み益のやつ合わせると、まあ、40億とかはあると思うんですけど、まあそれは置いといて、最初は本当に300万円ぐらいを口座に入れて、でちょっとやって、でその後、あ、これいけそうだなと思った時に、もうちょっと足してやってたんですけど、本当でも最初はね、兼業になって、これ今日からこれだけで1本でやるぞってなった時から、最初2ヶ月間マイナスだったんですよ。その時がやっぱり、一番きつかったですね。まずその周りやってる人誰もいなかったですし、この教えてもらう人もいないし、まず自分がやってることが正しいのかどうかわかんないし、で負けて1ヶ月負けて、さらに生活費もいるわけじゃないですか。その状況は本当しんどかったですね。うん、どうやって勉強したんですか？僕はだから本当見て考えるがやっぱ一番の勉強になりましたね。じゃあ自分に編み出した。そうですね。やり方。うん。もう本当全部もう朝9時から3時までかぶってやってて、その9時から3時だけじゃなくて、終わってからもご飯もパソコンの前で食べてましたし、とにかく全部パソコンの前で株のことを考えてっていう2ヶ月とか、まあ、その結構長い間それをずっとやってましたね。とにかく最初始める人はいきなりお金大金かける必要ないんですよ。全然お金かけなくても勉強することいっぱいあるし、自分がお金かけなくても株が上がった下がったっていうのは見れるわけですよ。なのでこの株を買ったつもりでノートに書くだけでも別にその結果は分かりますし、なのでそれでずっとやってて当たってれば、その時初めてお金入れたらリスク少ないじゃないですか。でテストするってことね。そうです。いきなりお金入れてやると、木崎さんみたいにいきなりお金何億円とか入れると、僕から見たらもうそれはもう恐怖の沙汰というか、むちゃくちゃなわけですよ。そうですよね。いやいやいやみたいな。僕すぐやってますよね、これ。だからバーって目立ってきたんでしょうけど、普通はそんなまあお金もないですし、最初はその別にペーパーでいいんですよ。で、それで自分で実力つけたら、こういう仕組みなんだとか、野球やるにしたって最初ルール分かんなかったらできないじゃないですか、どんなに才能があるか。野球めちゃめちゃ向いてる人も、最初の1日目は絶対僕ら勝てるじゃないですか、ルール知らないんだから。なので、まずはルールを覚えて、そのザラバって言うんですけど、バチを見て、株の値動きとか見て、あ、こういう時は買ったら儲かるのかなとかやってみて、で徐々にその自信がついたら、ちょっとお金入れてみるとか、でそれでそのちょっとお金が増えていくってなったら、もうちょっとお金入れてみるとかってやって、それもまあ僕のリスクを考えて、リスクを負わないっていうのが心情なので、それぐらいコツコツやっていけばいいと思います。あとそれはやれる人は才能があると思ってて、それが多分美咲さんはもう行きたくなっちゃうから、もしかしたら株よりそれは実業の方が向いてるとかっていうふうになってくると思うんで。テストさんのやり方があると思うんですけど、それってじゃあずっと前から変わってないんですか？バージョンアップしていく？あ、どんどん変わります。どんどん変わるんですか？もう本当毎年のように、はい、デイトレードっていうので僕は最初10年間やってましたけど、はい、その10年間の間でもやっぱり毎年毎年成長であったり、市場そのものが変わるんですよね。そうだよね。仕組みも変わりますし、株式市場っていうのは何で動くかっていうと、基本やっぱり日本経済とかその会社の状況によって動くわけじゃないですか。で、1年前と今と、そう、同じ、全く同じ経済状況っていうのはありえないわけですよ。去年と今年で。それはもう今回の市場経済って変わるわけないです。でも市場自体はちょっと変わっていくんです。なので自分も変化しないと。自分でやっても、この書き方があったら一生までやるっていうのはないんです。一生はない。ないですね。だって自分も変わっていかないと。昔僕らがやるのもっと前って、パソコンがなかったんで、電話で注文してたから。電話で注文してたら、今の世の中で絶対間に合わないんですよ。電話で注文してたら、ちゃんと手数が変わったりするんで、レベルなんてできないんです。なので、その点でも、市場に合わせて自分が変化しないと勝てないんで、なので、結構やっぱり毎日考えて、毎年やっぱりやってること、中身はちょっとずつ変わっていく。それどんなに考えることできない？でも経営もそうなんですよ。同じ商品一生売れるかって言って売れないから、売れてるうちに多分全部考えるんじゃないですか。経営だとでも投資も結局
会社が、その会社が儲かるか儲かないかを読むのが投資なんで、なので、まあ、似てるっちゃ似てると思うんですよね。でそれで、僕はその実業の人より投資の方が絶対的に有利だと思うのは、投資っていうのは株を買うっていうのは、共同オーナーになるって会社が株、資金持ってるけどね。でも、それは利益だけになるっていうことができる。例えば、コロナが来る前に飲食店を投資してましたで。コロナってすごいダメージを食らえなかったってなったら、僕はそのオーナーすぐ辞めるんですよ。そうはするかもしれないですけど、売って、コロナによって逆に儲かる事業は何だろう。そしたら、配達するようなことになるから、そこの業界儲かるんじゃないかって言ったら、すぐその金で違う、そっちのオーナーになるわけです。でも、この飲食やってる人は、いっぱい人も雇ってますし、コロナから明日辞めて、その違うことができない。なので、逃げられない方ってそうですよね。航空業界とか旅行業界とかそうじゃないですか。何か苦しんでるじゃないですか。僕らはそれを、申し訳ないですけど、すぐ辞めたってできちゃうんですよ。なので、その点は株式投資の方が実業の人より有利な面かなと思っている。で、まあ、2013年にアベノミクスだったんです。もうだいぶ前なんですけど、アベノミクスっていうので、株式市場すごい伸びましたんですね。結局じゃないですか。その時、1億円ぐらい資産あった時なんですけど、1億円の資産で5億円ぐらい買ったんですよ。一気に5倍とかあったんで。で、その時に株やってたんですよ、ね。だから僕もそのアベノミクスが始まった後、まあ、どうだとか言ったら、そのをやってて、うん、で、クラルっていうか、ゲームなど、信用がやったんですよ。そうなんですよね。その時に僕はさっきのことをツイッターで話題になったんですよ。急に兄さんが出てきて、いきなりなんかもうちゃんと顔が出てきたみたいな、それで話題になって、で顔を出してたから、それを知って、すぐ道に歩いてから、はい、2人の前に通ったんですよ。はい、はってなって、これ昨日見たことある。昨日はツイッターで見たことあると思って、でもすいません、僕ね。そうでもあって、なんか当時まだツイッターの方が一番見ると2万人ぐらい見たことできるんですよ。そうですね。5年ぐらい。僕の方が多かったですよ。それで、それで声かけるかって聞いたんで、びっくりして。そうですね、去年もコロナですごい大変なそうだったんで、そんなに稼げなかったんですけど、まあ、その前の年と、まあ、今年は5億円の増大はいけてるんですけど、でも、美咲さんからだったし、僕は美咲さんのその時から、紆余曲折でも全部見てきたわけで、紆余曲折前からずっと見てると、多分視聴者数も少ないと思うんですよね。ほとんどドラマの紆余からあるので、ね、その前からずっと見てるんですけど、やっぱりね、すごい人しか出てこないんで、で僕、多分もう2、3年ぶりくらいかもしれないんですけど、本当にいつだよ。そう。金華さんでご飯食べたんですか、今と思うんですけど、まあそこで見てますけど、いやもうね、こういう人がスターになるんだと思って、僕はね、ずっと思ってますよ、それは。どんな時にね、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 お土産買ってきたの。僕、勝ってるんで、嘘は絶対勝てない。で、ずっと10年以上、あ、初めのことはずっと最初ブローカーになって、追加に報じるんですけど、全部その書書書いてきたんですよ。なので、なんか、本当でいきなりなんか、嘘っぽい。でも、最初の安定が全部書いて残ってるんで、その点でやっぱり、まあ、2年間で負けたことないんで、なので、すごい安定はしてることですよ。勝てる、勝てないかで言うと、やっぱり勝てるって、僕は勝てるって言わないと。多くの人が、やっぱり、苦い会場ってことは、勝てて負けていけない。なんで言ったって言うと。そうですね、経営者の話が、それを動画を持ち込んだと、ちゃんと危険だと思うので、まあ、動きがないと、
体の株式低いのであるので、その低いというのは、元本が大きくなったら、同じパーセントでも金額が大きくなるみたいな、リスナーの方は、1000万円で、1億円から同じ5%でも1000万円で、5% で、パーセント減っても500万から1000万円でしたり、5%で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 、5%
て、YouTube の先にやられてて、たまたまのぐらいの時にね、配信、大配信メインじゃなくて、ゲームとかですごいパーセントでなかったから。我々が今目撃しているものはですね、戦後日本、そして今の保守政治のですね、根腐れと言っていいぐらいのですね、状況ですね、根っこから腐ってるっていうのかな、それは根腐れってなんか調べてみるとウイルスから起こることが多いって言うんですけども、そうですね、いずれにしてもですね、例えば改造前の政権、内閣でね、防衛大臣と国家公安委員長と文科大臣がね、何らかのですね、旧統一教会と関係があったってわけですよ。日本及び日本人をね、蔑み侮辱するようなメッセージで存在している団体だと僕は思うんですね。というのは、霊感商法的なですね、反社会的なものっていう意味だけじゃないんですね。私1987年から10年間アメリカ東海岸にいた時、いきなり87年に出くわしたのが東芝機械事件ってやつだったんですね、スクリューオンがそのいわゆる旧ココムの話なんですけどね、消えてるってね。でこれを糾弾し始めたのがですね、統一教会の文鮮明氏が持ってるワシントンタイムズですよ、ワシントンポストじゃないですよ。そこからですね、日本に対してジャパンバッシングっていうか流れの中でもって、激しい攻撃が始まったっていうかですね。で要するにですね、日本人としてね、この団体って何なんだっていうことをもっと真剣に考える必要がある。で新生保守っていうのはですよ、どんな国にあってもですね、保守っていうのは大事なんです。だけど保守っていうのは自立自尊でなきゃいけないですね、あらゆる意味において自分の国の在り方に。20代とかは、そうですね、結構広いですよ、やっぱり。なんか本当
の最後は頭入ったりとかで食べても、もう結構全部皆さんやるじゃないですか。そうなんですよ、結構そう全然やってて、僕も途中で「もらえますよ」とか言うんですけど、あれは空き時間に、あれしよかったんだ。空き時間何やろ、今めちゃめちゃ忙しいじゃないですか。でも今の中で結局全部自分で目がたくさんあったじゃないですか。全部やり取りしてもらって、なんか逆に僕もお金出したかって何もしないんで、ちょっとあの日なんかね、舐められてもらうのちょっと申し訳ないと思いますけど、いやだってここで出たら、あ、辛い。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 マグロ自体が辛いやつでしょ。あ、そうですね。いや、まあ、その名前なんて持っていくし、最初はね、広瀬さんと前田さんも夢ファンからなんで、
もね、長いことあのそのやってきたという思いは、あのその60人の人だけに伝わってると思うんですけどね、あの僕もそれを知らなかったら何だろうと思ったけど、それを聞いて、そういうやり方がありましたし、僕らはどんどん一緒に増やしていってというのもいいと。そんなこと言わないですね。いや恥ずかしい、ないじゃないですか。いやでもかっこいいじゃないですか、これは。ね、かっこいいね、これね。そうですね、まあ、今の僕は幸せだと思ってるので、あの全然いいんですけど、できることはなんかこんなにかわいい人になってもそれはそれも確実に思ってるけど、なんか呼んでもらって、僕がね、多分あんまりね、その知名度もないので、回らないので、みんな最低3回呼んでもらうという。この可能性は本当3回呼んでもらうというのだけは、ありがとうございます。ということで、ご視聴ありがとうございました。それでは、おやすみなさい。